ここですな。さあ、白棒を取り出して、一旦放置か。白棒を取り出すにはどうすればいい？まずベルト取っちゃうか、一回。ベルト。取っちゃって。だね。で、まあ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 。アクティブと。これで。置いていきましょう。これもいいのか。アクティブ行き。アクティブ。これ。白ポ出し用です。はい。足りるかね。はい。はいよ。なんか変な音になりそう、これ。これで白ポがそのうちなくなるだろうから、そしたらまた来ます。なんだ、ロボステです。はまらねえんだここ。そうそうそう、マジかい、マジなのかい。そうなの。短い、仕方あるまい。ロボステが置けない。はい、電気電気電気、いろいろと失敗してるね。電気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 、オッケー。オッケー、よしよしよし、いいはず。取るよ。はい、終了でございます。戻るぞ。さあ、ロボットじゃない、ロケット打ち上げ終了したので、まあまあここな、白ボなくなったらまた手を加えますけども、まあここももうなくなりそうだね。マウスポイントどこ行った、これか。はい、でここなくなったら原発増やそうぜ。やべえよな。昼間はなんとかなるけど、夜やべえんで。で、どうかね。殲滅は？まあ、かなり綺麗になったね。まあ、ここ、もうちょっとか。そうか、だから、長距離砲弾がそろそろなくなってる可能性があるよね。作んねえとな、そこ。さあ、問題はどこで作るかだ。なんか取り忘れがあった。砲弾、はい、ちょっと待って、はい、ちょっと遅かったみたい。はい、ではどうしましょうね。長距離砲、ガンタレも必要になってくるかな。どうなんでしょう。グレネード、ガンタレ、貫通弾薬で、クラスターが減っていく一方、武器関連か、まあ、ここら辺だろうね。やるしかねえか。そうそう、で、あのグレネードなんかは結構あの昔に作ってそう、ずーっと俺大事に持ってる気がするんで、これそうだよね。これこんないるかっていう気がさ、今更ながらするんだよね。とりあえず置いてみる？こう？同じ？グレネードなんですけど、こんないる？で、おそらく今グレネードが
めっちゃ大量にあるはずなんですよ。マックス読んでみようか。952個。はい、石炭来た、いっぱい来た。まあいいか、これはこれで。でこれとは別にクラスターを作りつつ、あと爆薬、忘れてた、爆薬俺作ってねえんだよななんか途中でスポーンと忘れていたけども、入っちゃう、入っちゃうね。あ、もういいよ、もういい、もういい。はい、でアクティブじゃない、パッシブ行き。はい、でクラスターは作っとくか、横で。爆薬か、一回呼ぼうか、クラスターを呼ぶ。マックス止まったね。まあこれはこれでいいや、置いとこう。はい、であとはまずは通常の弾薬と貫通弾薬、ウラン弾薬か。比率どうしようね。3秒3秒10秒か。どうしようね。4台4台1台みたいな、そんないるか。貫通をポーションに使うんだよね。ただもうおそらく軍事砲なんてほぼほぼ研究しねえんじゃねえか説があるんだよね。ロボット移動速度はまず軍事いらないんだよね。でまあロマンを語っていたけどね、レザタレの威力を上げまくってベヒーモスバイターが一撃でチュンってこう倒せたら最高じゃんって言ってたけども、まあ、そこで軍事使うのか。 70% アップ、これがプラス 1000% とかになればさ、まあ行くのかもしれない。まあ仕組みは必要だよね、どう考えても。なのでどうしようね2台とかでいい気がすんな。分かりやすいバケツリレーとかはいいかな。どうしよう、ベルトに流す式か、流さないでバケツリレーにするか。通常弾薬貫通、材料がもうな、結構バラバラなんだよね。鉄板だけでいいんだね、これ。どういう仕組みで弾が飛ぶんだっていうね。で銅板と鋼が必要になる。で通常弾薬も必要になる。前俺どうやって言ってた覚えてねえな。3台ぐらいいるか。こうなった方がいい。でこれ鉄板が流れるんでしょ。で次貫通にしたとして、鉄板もいらないんだよね。だから別のアイテムをこっからまた新たに流さないといけないから、2枚避ければいいのか。これで いやあれか、通常弾薬を後ろに流さないといけないのか。ずらした方がいいか。いやこんな感じかね。3マスか、そうなると。こんな感じなのかな。やってみる。でこれは、まず近くの方でいいのか。鉄板だけなので、まあ、ここだけでよくて、3ってやっぱやだね今更だけど、あの3秒だからさ、あ違う違う、あれ3秒じゃなかったっけ。3秒か、あれ、あ俺の勘違いだこれ。貫通は3倍なんだ、1秒と3秒か。あーそうかそうか、あーなるほど、勘違いでしたね。
やり直し。3162だな。いるかな、そんなに。あれ、なんだ。はい。で、こうなって。鉄板でしょ。左右から入れる必要があるかどうかはまた後で見極めよう。で、完成品が出てくる。出てくるでしょ。で、まあ普通に考えるとここをこうして、で、後ろか、どうするといいんでしょうね。こうじゃねえな。これぐらい開けとかねえと多分ダメだな。2台だね。こう、こう、こうなるでしょ。おそらくこうなるはずだ。呼ぶ弾薬出てくる。ちょっとでも、そうするとロングアームで2種類取ることになるのか。それは良くないんじゃないか。そう考えると、奥に置かれるから、こことこうでいいのか。こうだな。こうです。鋼銅板5か。待て、そう考えると外側が通常弾薬と鋼で、内側が銅板であるべきだよな、これ。わかりました。こうですな。2ついるのかって感じだけどね、あの銅板。これでこうなって出す。 OK。 で、あとあれか、通常弾薬って余ってんだよな、そもそも。死ぬたびに10発ずつ増えて、今持ってるし。だから読んどいた方がいいのか。向きどうかな、これ。どうなるんだっけ、右に左に。いや、どっちでもいいのか、これは。まあいいか。呼ぶ、こんぐらいでいいか。あー、そうか、またこれもあれか。厄介だな。要求でしょ。まあいいか、要求で。このぐらいでいいんだよね、多分ね。あんまよくねえです。やめます。ですね、おそらくこうと、あ、待って、ちょい待ち。いやー、ダメだ、一回置いてみるとわかんねえ。鉄板100ぐらい、4枚使うんだっけ。200ぐらい読んどくか。これそんな使わねえはずなのにな。こんなになんか試行錯誤してどうすんだって感じだな。で、まあどう、これはどう、100枚ぐらい読んで、で鋼が
あーなるほど、えずれな、こうするしかねえのか。こうか、これが鋼。また無茶してんな鋼。30ぐらいでいいんじゃないか。はいだね。で外側、おお、何がやられた、ロボットかな。だね、ここのドロボットがこんな風に行こうとしたんだろうね。やっぱここもやんなきゃダメか、下までやられた。まあ、資源豊富なんで通ろうとしてる。今もやめてくれー。あー、いるね。そうか、こっち、あーやっとこう、あれ置いとこう。長距離砲置いておきましょう。待て待て、俺のペット大丈夫。ペット生きてた、大丈夫。ペットなのかっていう、そこら辺はまあ今のところ無視していただければ。4台ぐらい置きましょう。これでいいかな、もう1台。はい、やばいか、やばいかな、電気やばいかな。ああ、でパッシブに入れて、まあ、こんぐらいあれば。で貫通弾薬に関しては、まあ、あのウラン弾の材料にもなるしポーション材料にもなるので、まあ、ここでパッシブで止めておいてよくて。で問題はいらない通常弾薬、まあこう無理やりこれで減らすしかないよね。うまく減るかね、これ。減らねえ可能性がでかいな。まあ、しょうがねえか。あ、ちょうどゼロだね、今。俺が持ってんじゃない？持ってるからね、俺が。減るかな、これ。置いてほしい。うまいこと置いてほしい。ダメかもしれない。ダメだね、これ。ダメだ。やっぱりダメだ。どうすればいいんだ？一回貯めなきゃダメ、やっぱり。ダメかな。パッシブ行き？一番簡単なのは。ロボット使うの、わざわざこれで。これでロボット使うのか。ああ。もう100ぐらいあれば。あ、ダメだ。ああ、そうか。いやどうするといいやつだ、これ。うん。結局これが一番いいのか。こうか。あ、でも右に出しちゃうのがまずいんだよね。右に出しちゃうとまずいので、あ、待て待て待て、だったらこれやめりゃいいじゃねえか。ちょっとこんな苦労するっけ。よくわかんないことになってきた。こうして、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。ああ、呼ぶ、マックス呼ぶ。で右に置かれるから
もうこれでいいんだ、鋼は。30ぐらいでいい？はい。ああ、まあこれはこれでよくて、でこれがわざわざこれで組むのかっていう感じだけど、まあ100個200ありゃいいんじゃない？200個以下だったら動く。で貯蔵に直して、でこれだよね、通常ダイムすれば枠を開けとけると。これか、こうなるのか。こうバッファーでもいいのかもな。ああバッファーの方がいいかもしれないな。よし、多分合ってる。意外と出てこないね。まあ軍事法を使い始めて間に合わなくなったらまた考えよう。うん、でこれだけあればウラン大学作るの簡単だからね。まあ一応作っとく。そんないらねえと思うんだけどね。早っ、もう一回ウランと貫通弾薬。はい、33いいですね。で一回呼んで、いくつある？1500発。いらねえ、やっちまった感が半端ないね。ウラン弾薬も消耗品なんでパッシブでいいっちゃいいんだけど、なんか使わないで返すこと結構多いからね。この仕組みにしとこうか。1000発ぐらいでいいよね。そんな使うかっていう感じだけど、はい、こうですね。運搬中ゼロ、物流専用、まあこの中だけだよね多分ね。 OK。 で次なんだっけ、長距離砲か。そっちが重要だったんじゃないのか。砲ね、長距離砲どうですか、在庫。なくなりましたね。早く作ろう。どうやって作るんだっけ。ちょっと待ってね、ロボステが邪魔かもしれない。この一体使っちゃっていいのかな。クラスター、爆薬もまだです。やばいやばいやばい。でもどっちかっつうと長距離砲だよね。でも今思ったんだけど、長距離砲に爆薬使うんじゃね。使うね。よし、爆薬が先だ。爆薬が先です。爆薬は確か化学プラントだった気がするよ。でそのついでに白ポはどうですか。出し終わったっぽいね。回収しようかこれ。バーッと行っちゃってよね。ロボステだけ、ロボステだけ取らないで、ブラック？ロボステだけ取らないで、あ、違う違う、ブラックじゃねえな。あ、ブラック、ブラックしたつもりだったのに。はい、よっしゃ、とりあえずなくす。あ、電柱取っちゃった、まずいか。まあいいや。化学プラント、まあ、20個ぐらいあればいいでしょ。爆薬どのくらい使うんだろうね。あ、で硫黄か。硫黄を使うことになるから、これでまたプロパンが減るかもしれん。だよね、硫黄があってプロパンが原料で、爆薬は確か硫黄だね。 OKOKOK。 硫黄と水か、水か。挟み込み、この仕組みに近い感じだよ多分ね。
待って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 。なんだっけ。一から打とうがいいか。どこ使うか。まずこれはいいのか。爆薬。なるほど。おー、水。水か。いいか。これでいいのか。電池と同じか、形は。そうだね、電池と同じだ。電池。これをパクリ？置いちゃいます。要求がまずい。はい。で、これ水だね。水を出すやつ。さあ来た、また水だ。また水なのか。ドラム缶ねえじゃねえか。そんな？なんだ？いや、プロパンなくなったぞ。軽油がめっちゃ増えてきた。軽油めっちゃ増えてきた。あ、軽油プロパン分解な止まってんの？あ、なんだこれ。プロパンが1000下回ったら動くようにしてるんだこれ。で、プロパンはまだ未だに1000を下回ってないんだ。で、軽油が溜まる一方なんだこれ。これはで、固形燃料も止まった。ドラム缶が増える一方だこれ。ちょま、なんか、え、石油分解は止まってるもん。止まってるね。あー、なんかいろいろとダメな感じになってきたぞこれ。いや、しょうがないか。まあまあまあ、なんとかなんとかなんとかなるんじゃないか。よし、落ち着いてやろう。で、これが爆薬。で、水は出る仕組みがある。石炭と硫黄。硫黄は入れてる？入れてるね。100個。11です。100個の石炭が100個。はい。はいよ。石炭と硫黄。はい。で、水がどんだけ来るのかというマイナスだ。